前回のおさらい、自衛隊にはモスという独自の資格のようなものがあり、全隊員が何かしらを保有。で、モスには等級があり、上位の役職に就くためには等級の高いモスが必要。で、モスは職域ごとにあって、自衛隊には16の職種があり、たくさんの役職があるので、そりゃもうたくさんの種類のモスがある。で、さらにそれ以外にも全職種に共通したモスや、モスに当てはまらない一家特技もある。今回紹介するのはそのあたり。以上、終わり。というわけで、前回の続き。自衛隊では職域ごとにたくさんのモスがあり、役職に対応するモスを保有する隊員がそれぞれの専門分野において能力を発揮、任務遂行の原動力を担っています。で、モスは職域に沿った専門性の高いもの、例えば早期車整備であったり、ATM だったりといったもの以外に、どの職域でも必要になるモスがあり、これを共通モスと言います。例を挙げると、文書、人事、給料、ラッパ、装輪操縦などなど。他にも部隊弾薬や部隊補給、援護などいろいろありますが、今回は割愛。で、それぞれのモスを雑把に説明すると、文書モスというのは命令や通達などの文書の上書や構成に必要なモスで、部隊の文書を管理する文書陸曹が保有。あると何かと便利なモスなので、デスクワーク多めの隊員はみんな持ってます。人事モスは人事手続きを行うのに必要なモスで、このモスを保有する人事陸曹は、部隊の隊員の捕食や昇給、手当などの手続きをまるっと行います。給料モスは、野外における炊事所の開設や配食など食事に関する業務を行うのに必要なモス。ちょっと横にそれますが、隊員食堂の管理栄養士は時間が多いのですが、中には栄養士の資格とこれの上モスの両方を取って栄養士をしている隊員もいます。ちなめっかは松戸の受品学校。ラッパモスはラッパを清掃する、ラッパ手に必要で、ラッパ手になると火曜開始やお昼休みなどを教える、日課轟音や、野外での伝達手段としての、警報轟音などを清掃します。装輪操縦モスは特に保有している隊員が多いモスで、自衛官が職務上で車両を運行する際に免許とは別に必要になります。ちなみに、自衛隊は任務の関係上、大型車両などの運転免許が必要な機会が多いので、自動車訓練所、要は自衛隊専用の自動車教習所があり、そこで運転技術を習得することができます。で、あとは一般の方と同じように試験を受けて合格したら免許が交付されます。ここでちょっとこぼれ話。例えばこんな感じでいるとして、 A3 層みたいなパターンは、過去の役職や転属歴を見ると現場一筋って感じの方が多いです。に対して B3 層みたいなパターンは、本部や司令部、教育機関や基本などで勤務してたことがある方が多いですね。結構勤務の歴ってモスに出ます。お次は不可特技職。これは、モスに特定の職務を付与するもので、一例を挙げると、レンジャーや、自動二輪操縦など。レンジャーは言わずもがな、集合教育レンジャーや、空挺レンジャー課程を修了した隊員に付与され、過酷な訓練を乗り越えた証として、ダイヤモンドを模した記章が授与されます。で、自動二輪操縦はバイクの免許を持っていることが条件で、認定されると訓練や任務でオートバイを操縦することができます。モスとの違いは何ぞ？自衛官は役職に就く上で必要なモスが設定されており、それゆえ、モスは全員が一つ以上保有している、要は自衛官として必須のもの。に対して不可特技職は、単体では役職に就けないけれど、保有していると職務の幅が広がるので、いわゆる、あると望ましい、みたいな感じです。部隊においてレンジャー教育は、選抜された若手隊員がチャレンジの目標とかにもしています。早足で紹介しましたけど、大体こんな感じ。共通モスや不可特技職は基本自分で希望して取りに行くものなので、持ってる持ってないはまちまちです。あれば将来の選択肢が増えますが、信念を持ってこの職務一筋と一つの道を突き進んでる人もたくさんいますし、ほんと人それぞれです。結構自分の希望が通るのが自衛隊のいいとこですね。今後も、7連隊公式チャンネルでは訓練などの様子を配信していきます。また、7連隊公式 Twitter でも最新情報を逐次アップしていますので、気に入ったらフォローしてください。Instagram では訓練の写真を公開しています。こちらもよかったらどうぞ。さらに自衛隊という仕事が気になった方は、こちらの電話番号か、お近くの地域事務所までどうぞ。ではでは、ご視聴、ありがとうございます。
チャンネルの登録はこちら。